日本、アメリカ、韓国の合同演習の傍ら、竹島南方の日本の排他的経済水域内で、韓国側未同意の調査活動を強行しているという情報がありました。今回は、韓国の竹島沖での巡視船の動きについて見ていきます。韓国が強制的に竹島を盗んでいる状況は、日本国民としても心が痛いところ。ムン・ジェイン政権みたいのがまたできたら、日本もアメリカも呆れるよね。ぜひ最後までご覧ください。韓国では、2022年5月、現在のイムスツエツ・ユンソンによる政権が誕生しました。それまでの文在寅・ムンジェイン政権の新中国及び北朝鮮との融和的な政策から脱却し、安全保障面でのアメリカへの回帰が明確になっています。これに気を良くしたのか、アメリカを唯一の同盟国とする日本との関係も、イン政権が誕生した直後は、これまでの反日的な動きが緩和されるのではないかと期待する声も多かったようです。確かに前、文政権に比べると、現、ユン政権は、反日的な動きや政策を改めてきていると感じますが、未だに排他的水域をめぐってのトラブルは、現在進行形で発生中と言わざるを得ません。今も、韓国側が不法に占拠し、実効支配している竹島、韓国名、独島周辺の海域を管轄しているのは、海上保安庁の第8管区海上保安本部ですが、同本部によれば、竹島南方の日本の排他的経済水域内で、韓国側が、未同意の調査活動を強行しているとのことでした。今回のケースですが、2024年6月6日午後6時頃から6月8日の午前5時半過ぎまでの間、竹島からおよそ 69km にある南方の日本の排他的経済水域内で発生しました。韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属する船舶の船ヘヤン2000が実施したとみられます。この期間、当該日本の排他的水域内において、韓国国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は、ワイヤー状の器具を海中に投下し、何らかの調査を行ったと推測され、発見した海保の第8管区海上保安本部巡視船が、無線による警告を発しそうです。日本の見解としては、当該海域は日本の排他的経済水域内であり、韓国側から、事前に、日本側に了解を得ていない調査活動は黙認できないので、海保の第8管区海上保安本部の巡視船は、直ちに、その行動を中止するよう継続して、ヘヤン2000への警告を行いました。しかし、こういった日本の巡視船からの無線による中止警告を、韓国のヘヤン2000は無視、発見から、およそ1日半もの間、当該海域でのワイヤー状器具による調査を継続し、ようやく韓国海域へと戻ったとされます。第8管区海上保安本部からの同事象発生報告を受けた政府は、外務省のナマズアジア大洋州局長が、在日韓国大使館の次席公使へ、未詳中間公使が、韓国外務省へ抗議を行ったようですが、現時点では、韓国側からの声明等は確認されていません。試験ですが、こうした事態の発生に、海上保安庁が、現場で情報を収集し、内容を各関係省庁に報告、内容確認の上で、政府が対応を決定し、外務省を通じて、相手国、今回の場合は、韓国に抗議するという、当たり前の対応を行ったと思います。しかし、現在に至るまで、韓国側から、何の説明もないという時点で、こういった問題を見るにつけ、本質的な意味で、日韓関係が、少しずつでも、前向きな方向に変わってきているとは、全く感じられません。韓国で、2022年に現、イン政権が誕生した際、日本の一部の大手マスメディアにも、日韓関係改善に期待するという論調が散見されましたが、こういった楽観論は禁物だと思わざるを得ないようです。自分たちに、都合のいいことだけを取り上げるのが、日本のメディアの良さであり、甘さですよね。今回も、問題の中心となった、韓国政府機関である国立海洋調査院に所属するヘヤン2000は、これまで、過去複数回、同様な行為を繰り返し行っている船舶ですから、政権交代が起きたとしても、韓国側の対応が劇的に変化するとは考えにくいのです。前回、
この平安2000は、2022年8月、竹島の北東方面海上のおよそ 100km の位置にある日本の排他的経済水域内で、今回と同じく、日本側に事前承諾を得ることなく、ワイヤー状器具を海中に投下して、何らかの調査を実施しています。さらに、この3ヶ月前の5月にも、この船は、同じように、日本側に、事前の承認を得ていない調査と思われる活動を行っているのです。つまり、こうした事案の常習戦というわけです。もちろん、発生のたび、日本政府は抗議を行ってはいますが。しかし、いずれも、今回と同様、韓国側からは、何の説明もなかったと記憶しています。そう考えると、韓国としては、竹島を実効支配していることもって、その周辺海域は、日本の排他的水域と見さしていないと考えるべきなのでしょう。日本政府のスタンスは、韓国が不法占拠している竹島にしても、ロシアが不法占拠している北方四島にしても、日本固有の領土であるという姿勢を崩してはいませんが。全く有効な交渉にはつなげることができていないのです。外交能力の貧しさということなのでしょうか。不甲斐ないとも思われるこうした現実を鑑みれば、今は日本が実効支配し、海上保安庁が専従警備体制を敷いて警戒を続けている尖閣諸島についても、今後、万が一にも中国の上陸を絶った一度でも許してしまえば、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性は非常に高いと危惧する意見も多いのです。尖閣諸島に関しては、かつては、台湾の活動家らが上陸を敢行した事件もありました。今後、中国の同様の行為を見逃してしまったら、事実上の中国領とされてしまうことは明白だから、絶対に阻止すべく対処すべきだという、いささか過激な声も聞こえてきます。尖閣諸島をめぐる日本と中国の情勢が、年々厳しさを増す中、沖縄本島の大手マスメディアは、太平洋戦争での凄惨な地上戦の歴史を忘れることはなく、どうしても反米に傾くと、中央の人間から批判されることがありました。こうした勢力の代表とされる玉城氏が沖縄県知事でした。アメリカ軍基地移転問題など難しい舵取りをしていた人物ですが、中央の人間からは、目の上のたんこぶと思われていたようですね。2024年6月の沖縄県議会議員選挙で、玉城知事の勢力は過半数を獲得することができなかったのです。この結果に開催を叫んだ中央の人間も多かったことでしょうね。定数48名の沖縄県議会における改選前の玉城知事の支持勢力は半数の24議席でした。しかし、改選後には反玉城知事を掲げる自民、公明の国政与党と日本維新の会合計で28議席と16年ぶりに過半数を大きく上回る結果になったのです。玉城県知事の支持勢力は20議席を獲得したのみでした。沖縄本島で根強かった反アメリカ、新中国路線の政治状況に、県政の変化を求める世論の高まりの表れという論評が多かったようですね。韓国の話をしましょう。2018年12月20日、能登半島沖の日本の排他的経済水域内の日本海上で、韓国海軍のミサイル駆逐艦のヒロヒラキ土田洋が、海上自衛隊の P-1 哨戒機に火器管制レーダーを照射したという事件がありました。これについて、日本側は、一貫して、ヒロヒラキ土田洋が火器管制レーダーを照射したと、当時の映像や音声を公開して主張、韓国側に、適切な説明を求める動きを再三行いました。しかし、韓国側は、主張を二転三転させた挙句、結局、この件をうやむやに葬ったという感が拭えませんでした。しかし、最近非公式ながら、韓国の一部の軍人らが、前、文大統領から、当該事象の隠蔽工作を行うよう指示されたと認めたという報道があったのです。非公式であっても、韓国の軍人の一部から、こういった声が上がったということは、当該事象の発生後に、ヒロヒラキ土田洋が、そのような行為を P-1 哨戒機に行った理由への日本側の推察が、おおむね正しかったという証明と考えられるとされます。日本側では、
当時、広平木土田洋は、北朝鮮に便宜を図るため、脱北者が乗った船舶を捕らえて送り返そうとしていたのではないかと推理されていましたが、これが正しかったという声も多いようです。韓国と日本の間の長年の領土・領海問題に、新たな火種を投じることとなり、地域の緊張を高める要因となっています。また、この問題は、ただの一時的な出来事ではなく、繰り返されている行動の一つであり、今後も、このような問題が再発する可能性があります。このため、日本政府は、さらなる警戒と対策を強化する必要があると言えるでしょう。皆さんが、この動画を通じて理解していただきたいのは、国際関係においては、しばしば歴史的な背景や現行の政治状況が複雑に絡み合っていることです。そして、これらの問題がどのようにして平和的に解決されるかが、今後の地域の安定にとって非常に重要であるということです。次回の動画では、この状況がどのように展開していくのか、また、どのような対策が取られるのかを引き続き追っていきたいと思います。今日の動画をご視聴いただき、ありがとうございました。コメントでの議論もお待ちしておりますので、ぜひ意見を共有してくださいね。それでは、またお会いしましょう。日本の潜水艦は、最強と世界でも言われている昨今、中国の最新鋭水中のジョーカーこと096型原子力潜水艦の衝撃事実がアメリカより公表され、その情報をキャッチしました。今回は、そんな中国最新鋭096型原子力潜水艦の性能について詳しく見ていきますね。全米を震撼させる、その能力はそんなにヤバいのか。気になります。海上自衛隊の最新鋭潜水艦は、もっと、ヤバい性能って中国は体験済みなはずだけど、一番ヤバいのは建造能力かもしれませんね。数で勝負そんな考えがあるような。11月15日、サンフランシスコで、バイデン大統領、習近平主席による1年ぶりのアメリカと中国首脳会談が行われました。この会談は4時間を超す長時間になりましたが、2国で中断している国防当局や軍高官による対話の一部再開を議論したと言われています。しかし、どちらかといえば、台湾周辺や東、南シナ海で威嚇行為を繰り返す中国に対して、アメリカ側が対話を望んだのではないかと推理されているようです。とはいえ、会談では、両首脳とも、本音は、絶対口にしませんよね。まるでポーカーゲームのように、相手の主殺を探ったに違いないでしょう。特に、バイデン大統領は、中国側のジョーカーの存在が、ひどく気になったはずです。中国のジョーカーとは、ズバリミサイル原潜です。11月1日、アメリカ軍事サイトは、中国海軍の新型096型戦略弾道ミサイル搭載原子力潜水艦 SSBN の建造が急ピッチで進められていると報じました。これが事実なら、中国軍には、進む094クラス SSBN が6隻に、新たに東急と呼ばれる、巨大な原潜2隻が加わることになるわけです。ちなみに、中国の潜水艦には、歴代王朝の名前が付けられるようですね。東急096型は中国遼寧省で建造中とみられます。アメリカ国防総省議会の報告によれば、この艦は、進む級の12発から24発に倍増する数のミサイルを載せる予定と言われています。24発という数は、
アメリカのミサイル原潜オハイオ級と並んで、世界最多の搭載数ということになります。核による軍事バランスは、アメリカ、ロシアによる冷戦期以降、国々の対話によってある程度はコントロールされてきたはずです。しかし、現在は中国や北朝鮮等の急激な軍備拡大によって、そのバランスが崩れ、対話やコントロールが不能な状態に陥っていることは厳しい現実でしょう。アメリカ国防総省の発表によると、中国は現在核弾頭を500発以上保有しているということです。それが数年後の2030年には1000発を超えると見込まれるのです。ミサイル原潜に搭載する弾道ミサイルも大型化し、キョナミ JL-2 からキョナミ JL-3 になると見られ、弾頭は1メガトンの単弾頭または個別誘導弾頭をマックス10個程度搭載するとも推測されているのです。つまり、アメリカと中国のミリタリーバランスが崩壊したと言っても誇張ではないでしょう。そして、この崩壊は、はっきり言って、アメリカの核の傘に依存している日本にとっても、深刻な脅威になることは自明の理ですね。これまで、中国の進む旧潜水艦が、アメリカ本土にミサイルを撃ち込もうとしたら、ハワイ近海まで進出しなければ届かなかったのです。しかし、前述のキョナミ3の射程は、約12000km の長さを誇ります。ということは、中国の沿岸部から、アメリカ全土をほとんど射程に収められることになります。つまり、わざわざ危険を冒してまで太平洋中央部に出ていく必要がなくなったのです。これは、アメリカのミサイル原潜オハイオ級がアメリカ本土の近海から出ないのと同じ理屈ですね。こうした中国潜水艦の動きをどう見るのでしょう？軍事評論家のある人の意見を紹介します。東シナ海の中国沿岸から、台湾海峡までの沿岸部は水深100メートル未満なので、潜水艦が隠れる場所はない。ということは、母港のある海南島近辺から安全に隠れられる水深300メートル以上の海域、つまり南シナ海まで出なくてはならない。ということは、中国が南シナ海を原潜の聖域化することを意味する中国が、ASEAN などの周辺諸国と対立してでも南シナ海を支配しようと目論んでいるのは、戦略的に重要なミサイル原潜の聖域として、この海域を確保したいという意味合いが強いという分析です。中国が潜水艦の聖域として確保したい海域がもう一つあります。それが、尖閣諸島から沖縄本島と宮古島の間の宮古海峡を抜けて太平洋に抜けるルートです。だから、こと、尖閣諸島の実効支配を継続し、日本の漁船や海保艦艇を追尾したり、ぶつかってきたりするのでしょう。いずれにしろ太平洋をめぐるアメリカ、中国激突は、陸軍主体ではなく、海軍主体の戦いになると見られるようです。アメリカ国防省の年次報告書でも、中国海軍艦艇数は、現状の340隻から25年までに400隻、30年までに425隻に増えていくと推測されているとか、惜しげもなく金を注ぎ込んで軍備拡張を続けるだろうと見られているわけですね。一方、アメリカは300隻未満ですから、中国の急速な軍備増強ペースに追いつけないようです。中国は艦隊を大型化し、建造能力もアメリカ以上ですから、アメリカ海軍より優位な立場にあると憂慮しているのが厳しい現実です。アメリカの海軍戦略を大きく変化させないと、中国への対応が難しくなっているのは明白ですね。潜水艦は、海中深空を航行するという元々の性格からして高い隠密性が認められる乗り物です。096型はそれだけにとどまらず、その形も、ステルス性に最大限配慮されたフォルムと思われるのです。ただし、当然ながら、その性能の詳細は明らかになっていません。動力に原子炉だけでなく、電気駆動方式やウォーターポンプ推進装置など複数を採用することによって、ステルス性をさらに強化しているという情報もあるようですが。さて、日本の対潜哨戒網は、中国新型原潜をきちんと捕捉できるのでしょうか？対潜哨戒機 P3C や哨戒機 P1、または、V
海おのずと連携する米国の音響監視システム、ソーサスなどの水中固定型ソナーもいまいち心もとないようです。従来の中国原潜は蒸気タービンを回す音が大きかったので、海中でもすぐ探知できたようですが、096型はステルス性を備えているので、捕捉できるかどうかについては、全くの未知数ということです。前出の軍事評論家の考えでは、哨戒機が単独で原潜を捕捉するのは非常に難関と言っています。まずはソーサスで、海中の平常状態のデータを蓄積しておいて、異常な音を感じたら、即、その海域に対潜装備を送り込んで探知する手順になっているそうですが、自衛隊が豊富な海中データをゲットして、対潜兵器を送り込むという2段階を同時にできるかと考えると、かなり厳しいでしょう。その不足を補うために、多機能護衛艦を大量に建造する計画に踏み切ったと考えられます。では、海地が誇る最新鋭潜水艦隊ゲイ型なら対応できるでしょうか。基本的に、日本の潜水艦戦術というのは海峡などに潜んで、相手艦の発する音を探知し、位置を捕捉するというものです。こちら側の存在に気がついて相手が逃げ出したら、追跡しなければなりませんが、日本には通常動力型潜水艦しかありません。通常動力型は、原潜のようにスピードは出ませんから、相手に振り切られると追尾は不可能ということなのです。そう考えると、アメリカ海軍の原潜に頼むしかないということになってしまうのですが、自国の防衛を同盟国とはいえ、他国に預けて良いものでしょうか？もしそんなことになったら、今まで以上の思いやりを予算で示さなければならない羽目になりそうですね。軍事評論家の意見を続けます。中国潜水艦の多くは通常動力型なので、必ず、海上に顔を出すことになる。それを捉えるため、アメリカ海軍 P-8 哨戒機は、対潜能力に劣っても、無人機と連携して広範囲海域を監視する能力を実装している。中国海軍主力の通常動力型潜水艦に対しては、哨戒機、駆逐艦で探知、撃破する体制を整えている。が、原潜には、原潜による追尾の対応が基本。ということは、096型を建造して、中国の原潜数が増えると、アメリカ太平洋艦隊潜水艦隊の負担がますます増えていくと考えずにはいられない。アメリカや中国はもちろん、台湾やフィリピンなど、海洋を睨んでの各国の軍備競争は、水面下でますますヒートアップしていくことになりそうです。そして、日本も、嫌が運にも巻き込まれていってしまうのでしょうね。